今週は地元のお役立ち情報をご紹介するフォーカスソーカルです。レポーターは太田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ太田さん、今日はどんな話題でしょうか。今日は、サンタバーバラのウニをご紹介します。ウニですか。海の幸のウニ、私も大好きです。あのカリフォルニアの沖合でもウニが取れるんですか。はい、そうなんです。とっても、ね、大きなウニなんですよ。であの見ていただければその美味しさが伝わるんじゃないかなって思います。楽しみ。早速ご覧いただきましょう。今日私はロングビーチにありますマルヒデのウニの工場に来ています。早速中の見学をさせていただきたいと思います。世界有数の赤ウニの産地として知られるサンタバーバラ沖合に連なるチャンネル諸島、その近海で採れる生ウニを加工販売するマルヒデマリンプロダクツの工場内を工場長野々山さんに見せていただきました。ロングビーチ港とサンタバーバラ港から毎週1万8000キロのウニが入荷してきます。日本で出回っているバフンウニの3倍の大きさにもなる赤ウニは、1つがおよそ450グラムなので1週間に加工する数はなんと4万個。殻を割ってから箱に詰めるまでの工程が全て人の手で行われます。早速私も殻割りに挑戦。ベテラン作業員は専用の器具でテンポよく殻を割っていきます。ウニの口の部分を上にして器具の平たい先端部を突き刺し、テコの原理で広げます。一つの殻から5粒の身が取れます。傷つけないようヘラで殻の縁からこそげるように身を外します。デリケートな身に傷がつくと価値が下がってしまうので最新の注意が払われます。どんどん来るんですけどそう、ここに立つ限りあの仕事してもらいましたね食用になるのはウニの精巣、卵巣部分なので、その他の内臓などを取り除きます。洗って身の大きさや色を選別し、細かいところまでピンセットできれいにして箱詰めし、アメリカ、ヨーロッパ、南米へ出荷されます。さて一通りの作業を体験したところで、ウニを取り扱って40年の社長川村さんに今加工したばかりのウニを試食させていただくことにしました。こちらが大きさも色も揃った最高級の特選ウニ。これ一番おいしい食べ方ってどう？まあ日本人だからね、まあ醤油でもちょっとつけてまずお試しください。甘い。全然匂いがないですよね。日本のバフウニはバフウニでいい、まあ淡白で美味しいんですけど、こっちの赤ウニは、まあ、種類が違うのもあるんですけども、あの甘くて香ばしさがあるんで、自分のとこロス の, あのサンタバーバのウニをよく言うわけじゃなくて、中立に見てあのこっちの美味しい。うん、ウニってアメリカでは最近皆さん食べられだしたんですか。最近、まあ歴史的に言えばこの過去10年ぐらいでしょうね。ここではウニシトウという昆布醤油に一夜漬けしたウニの瓶詰めも作っています。これは今年ベルギーで食品などの製品水準を審査するモンドセレクションで最高金賞を受賞しました。まあ、ウニ以外のことは今も毎日だからウニのことばっかり考えて、新しい製品作ったり、まあ、それしか脳がないんでね、まあ、死ぬまでこれをやっていきます。トーランスにある直営レストランウニクラブでは、新鮮なウニを使った料理を楽しむこともできます。詳しくはご覧のホームページまで。